文化祭は芸術に関連した行事、イベント、以下に大別される、高校の文化祭、模擬展が開かれ、多くの参加者で賑わっている。文化祭は日本において幼児、児童、生徒の日常活動による成果の発表などの目的で行われる学校行事。学校によっては学園祭、学校祭、学院祭などと呼ぶ場合がある。 日本のように学校教育の一環として毎年全員参加型の文化祭が開催されている例は世界的に見て珍しい。高校の文化祭。会場となる学校は様々に飾られ祝祭空間となる。東京府立第5中学校で開催された第1回創作展の様子。一般公開が行われ、物珍しさから多くの見物客で賑わった。 本来文化祭は初等教育、中等教育における正規の教育課程であり、児童、生徒の履修が義務付けられている。その開催日時及び準備日時は学習指導要領上の出席しなければならない日数及び授業時数に参入される。したがって、この点では大学などで開催される学園祭とは意味合いが異なる。 文化祭では、主に各学級ごとに創作活動、演劇発表、模擬展の開催などが実施される。ただし、1クラスあたりの人数が少ない場合は、学年単位でやることもある。幼稚園、小学校低学年は、劇や歌、小学校高学年から中学校卒業までは、合唱や合奏が多い傾向にある。また、高校より上になると、物品の販売。 演日等の催しが中心となる。学習成果や演劇の発表がメインである場合、名称は小学校などの初等教育では学芸会、学習発表会などと呼ぶことが多い。また、幼稚園などの修学前教育や保育所では生活発表会と呼ぶことが多い。多くの学校では文化祭を1年に1回開催し、文化祭の運営は児童会、 生徒会のもとに設けられた文化祭実行委員会などの組織が中心となって行われる。多工事と交互に実施するなどの理由により、2年または3年ごとの開催である学校もある。文化祭は楽しさが感じられる行事であり、幼児、児童、生徒、学生にとっては文化祭の成功という目的のために仲間との間で共同作業に邁進することができ。 達成感の強い行事である。同時に自分の学校の特色を実感する機会にもなる。合唱や合奏であれば、出来の良さ、仲間との協調、催し物であれば、売上高、お客さんからの投票などによって順位付けがされることもある。また文化祭は、学校と地域社会相互の結びつきを深め、人々の豊かな生活に貢献するという意味合いもある。 日本最古の文化祭は1921年に東京府立第5中学校で開催された創作展覧会である。対象自由教育者であった伊藤長七が生徒の創作意欲をかき立て、創作作品展示の機会を作ることが目的であった。当時としては全国初の取り組みであったために新聞紙上でも大きく取り上げられ、3000人以上の来場があった。 太平洋戦争後、新生高等学校が確立する1948年頃から、クラブ活動や生徒の融資を中心とした文化祭が開催されるようになった。1960年代には、現在と同じようなクラス単位での出し物を行う文化祭スタイルが定着していった。周期に行われることが多く、最時期的に扱われることも多い。文化祭には、学校の外部から、 様々な人々が通例を訪れる。多くの人々は文化祭を楽しむ目的で訪れる。また中には学校で行われている活動や交付について見るためにも足を運ぶと言われる。ただし記述の通り、あくまでも文化祭は教育過程、すなわち児童、生徒の教育が本来の目的であり、また防犯上、安全上の観点からも学校によっては、 以下のように入場規制を行うところもある。また、感染病流行などの事情により入場規制を行う場合もある。ありがとうございます。